かぐやの偶の字神話を表現します。題材は有名な天の岩戸、天照とスサノオ、太陽と闇が織りなす幻想的な世界、ぜひかぐやの前にてお楽しみください。それでは天の岩戸。ご覧いただきました皆様に感謝を込めてありがとうございました。